こんにちは。メーカーフェア東京2021。この時間はミニチュアオンエアランプをメーカーの皆さんと作ろうを乙女電芸部がお送りします。私たちは毎日がちょっと楽しくなる自分のためのものづくりをしようを合言葉に活動している DIY グループです。メーカーフェア東京への出展やメイクジン .jp での音電通信という連載を中心に活動しています。今日はメーカーフェアやメイクジン .jp でおなじみのメーカーさんたちをゲストに一緒にものづくりをしていきます。それではゲストの紹介をしますので、一言ずついただければと思います。お願いします。まず、お一人目はデイリーポータル Z ヤギの目 .jp でおなじみの林裕二さん。一言お願いします。はい、こんにちは、林です。よろしくお願いします。実は工作してるとこ人に見せたことがないので、めちゃめちゃ今日遅れないように頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人目は全自動ルービックキューブといえばこの方、鏑木隆さんです。お願いします。今日は絶対光らせます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。3人目はサブラボ仙台フラットの小野寺志乃さんです。お願いします。はい、よろしくお願いします。小野寺です。今日は自分の気持ちを上げることのできるようなものを作りたいと思っております。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして進行は乙女電芸部の矢島紺の主導でお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは画面共有に戻りまして、ミニチュアオンエアランプを作っていきましょう。こんな風にこうカチカチするとオンエアっていうのがね、浮かび上がるランプです。お部屋に外にこう飾りますと、家族に今こうリモートワーク中とかオンライン学習中とかっていうのをお知らせすることができます。はい、それでは始めていきましょう。今日はですね、ちょっとお時間がないのでこの箱を作る部分はちょっと割愛しているんですが、こんな感じで、MDF ボードがキットに入ってますので、それをボンドで接着していただくと箱が出来上がります。はい、で箱はもう皆さんちょっとお持ちなので、今日は回路作りの部分からスタートしていきたいと思います。ブレッドボードというのをね、今日は使っていきます。中がこういうふうに緑の線のようにつながっているので、まあ、それでこう回路図を、ハンダ付けをしないでこう作ることができます。で今日の回路はこのようですね。 LED2 つ、はい、鏑木さんが絶対光らせますって言ったので、この回路を間違えないでください。はい、じゃあまず、ブレッドボードとジャンプワイヤー、ね、長いのと短いの合計8本用意してもらって、あと LED、 スイッチ、電池ケース、お勉強シート。はい。ちょっとブレッドボードのね、説明があります。じゃあですね、ちょっと小さくして、あ、すいません。よし。はい。じゃあ、このブレッドボードと同じように、今私の手元もお見せしますので、一緒にまず短いブレッドボードを刺していきましょう。はい、ではですね、まず青ですね、ちょっとこう A とか B とか1234って通し番号振っておりますので、それに合わせて刺していきましょう。まず青いのを C1 と C7 に刺します。ジャンプワイヤーはね、特に伸ばしたりとかしなくてもそのまま刺さるようになってます。あ、林さんのメガネを初めて見ました。あ、老眼鏡です。
貴重なシーンが。青を立てたら白を青の1個上、B の7番と B の16番、右から2番目の穴ですね。ここに刺していきます。次に紫のジャンプワイヤーを一番右の列、D の17番と H の17番に刺していきます。絶対に引っ張らせるためにね、この辺り大事なので。一回勘違いすると全部崩壊していくんで。うん、はい。ゲストの皆さんへの応援メッセージとか、あの YouTube のコメントで来てます。あと、購入してくださった方もいらっしゃるみたいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ紫の次は緑ですね。緑が一番右下。よいしょ。続いて茶色。茶色は左から2番目。I の2番と I の12番を刺します。順調そうですね。黄色が D の2番、F の2番。はい。これでジャンプワイヤーの短いの6本使い切ったと思います。大丈夫ですか？机にうっかり残ってるやつとか。残ってたら多分何かが間違ってると思う。何が間違ってる。はい。そしたら次は、ボタン電池ケースの前に、すいません。LED ですね。LED2 本を取り出してください。これですね、まあ、皆さんも工作しているので分かると思うんですが、足の長い方と短い方がありまして、長い方が LED のプラスになります。これからこう切っていくので、切るとちょっと長プラスマイナス分かりにくくなるので、長い方の根元に赤い印をつけましょう。で、印がつけられたら、ブレッドボードに刺すので、12ミリぐらい残して切っていきましょう。この切るときは、LED の足の先をこうちょっと掴んで飛ばないようにして切っちゃいましょう。12ミリぐらいですね、確かに。そうすると短い LED が2個来てます。これを刺していきます。赤い印をつけたプラスの足をまず E の1番に、で、マイナスの足を E の2番に、こう横に刺していきます。この時にちょっと黄色いジャンプワイヤーが邪魔なので少しこう曲げながら、はい、左がプラスですね。曲げるときに足が浮きすぎないようにジャンプワイヤーのちょっと注意かもしれないですね。ね。大タイプなので、しっかり刺さってることを確認しながらやってみてください。します。もう一個の LED が E の16番と17番。で、プラスが16番の方ですね。刺します。大丈夫そうかな。林さんが画面と手元をめちゃくちゃ見てる。これ普通のワークショップだと隣の人とかチラチラ見ながらできるんですけど、そうですね。はい。確かにそうですね。大きく表示しております。はい。はい。大丈夫でしたら、次はボタン電池ケースですね。この黒い丸い電池ケースを
のって、このプラスって書いてあるのがこの銀色のこう腕みたいなのが生えてるんですけど、そのそこから下に生えてるのがプラスの足なので、このプラスを、D の5番、青い線の近くですね、 D の5番に刺します。そしてマイナスの方の足を、F の12番、茶色と緑が重なるところの一番上の部分に刺してください。画像の黄色いマークがついてるとこですよね。そうですね、はい、刺せたようですね。ありがとうございます、うん、そしたらですね、今度は長いジャンプワイヤー2本を用意していただいて、はい、こちらがですね、よいしょ、A の16番と、右から2番目のところですね。ともう一つのブレッドボードの E の10番。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10番。はい。刺して、あ、ごめんなさい、見えにくかった。はい。見えます。はい、1個目の A の16番と、もう一つのブレッドボードの E の10番、これ色はねランダムで入ってますので気にしないで OK です、はい、でもう一本の長いジャンプワイヤーを A の5と、ごめん、はい、A の5番E の9番に刺していきます、はい、またちょっと大きい画像が欲しかったりします。大丈夫かな、まあ、間違ったら分かるので確かにここはすぐ分かりますね、はい、泣いても笑っても出せればじゃあスイッチですね。スイッチはこれよく見るとこう1本線が入ってる側面が1個だけあるんですね、うんうん、この側面の1本線を右にして、この状態で右にして持って、で B の9、10、11、 D の9、10、11に刺します。これはさっき E の9と10に刺さってるのでその上ですね。で右1個3本足の一番右が空いているという状態です。何も接続されてない状態です。はい、これで回路は完成ですので、電池を入れてみて、うん、スイッチを押して光れば成功です。あ、私は成功しました。やったー。冠城さん、冠城さん光りましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。光った。よかった。よかった。わかりました。わかりました。ありがとうございます。さすが、わかりました。さすが、有名メーカーの皆さん。さすがです。はい、ありがとうございます。安心しました。それでは、これで回路は完成です。ではですね、ここからはちょっとデコレーションパートに入っていきますが、光らせたい文字を書きましょう。勉強シートがね、いるんですが、このオーソドックスなのはオンエア、勉強中、ゲーム中となっておりますが、ご自身で好きな文字を書いていただいて結構です。で、アレンジしても楽しいので、例えばこういうネオン管風のライトにしてみたり、こう、穴が開いていて上からトレーシングペーパーなので、こんな風にウサギとか何か別のものを刺しても OK です。差し込む穴。あとはこう、はい、お仕事中ってなってますが、こう、はい、このトレーシングペーパー自体をこう真四角じゃなくて、ちょっと上にはみ出た形で切っていただいても OK です。うん、これは無視して前から貼っちゃってますけど、うんうん、バレン型お寿司のランプになっております。
まあ、こんな感じで今日は好きなようにデコレーションをしていきましょう。はい。まあ、私は一番シンプルなオンエアを作りますので、うん、まあ、皆さんはこうどんどん逸脱していってください。夢メーカーの皆さんは。はい。トレーシングペーパーをの見本シート用意して、このね、92ミリと38ミリっていう枠、ここはね、守ってもらわないと入らないので、これに合わせて、鉛筆と定規で切っていきます。このミニチュアオンエアランプのいいところは、このシートをたくさん量産したら状況に応じていつでも差し替えられるところなので、うんうん、もし今日作ったものの他にこう別のシチュエーションがある場合は他のものもどんどん作って差し替えていただけたら嬉しいです、うんうん、いろんな状況をねアピールできますからね、そうですね、そうそうそう、ただ大きさをミスっちゃうと本当にちょっと入らなくなるので、ここだけね、みんな同じサイズで。このね、隙間が細いので、ここに差し込んでいただく感じになります。私はちょっと上から貼っちゃったけど。はい、入って、一応下にも溝があるのでね、そこにもはまるようになってます。で、1枚だとちょっと心もとないので、後で2枚重ねにするので、うんうんうん、はい、形を逸脱する場合も2枚重ねに。この部分はなるように、はい、はい、上側をアレンジしたい方はとりあえず幅だけ守っていただければ大丈夫かな、うん、そうですね、シンプルに作る方はこの一番のサイズに切ったら次は文字をなぞっていきます。これは塗ってないところが後ろから照らされてこう光って浮き出て見える感じなので、うん、文字を塗らないと綺麗に見えるかなと思います、うん、ですね、白抜き文字を作っていただきたいので、うんうんご自身で好きな文字を書く場合は、こうね、一番のここの枠に、なんか太文字でね、書いてもらうといいと思います。うんうんうん。それで、それをトレーシングペーパーで、縁取りして写すとうまくいきそうですね。うんうん。あ、コメントの方で、こっからのアレンジ、林さん得意そうっておっしゃってる。すごい、ハードルが上がってます。うんうんうん、じゃあなぞり終わりましたね。綺麗になぞれてますね。細かいですが、塗るときは何か汚れていい紙を敷いた方がいいです。油性ペンでこの白抜き文字の周りを塗っていきます。水性だと多分ベタベタしちゃうんで、油性がおすすめです。うん、水性だとトレーシングペーパーがへにょへにょこう曲がっちゃうんですよね。あ、なるほど。なので油性がいいと思います。矢島さんみたいにこう塗れるところはビーッと塗るのが塗りムラができづらいですね。うん、結構塗った線がね、うんうん、トレーシングペーパー上だと見えるので、一気にやっちゃう方がいいと思います。小野寺さんはなんか青いマーカーで書いてらっしゃいますね。はい。青いマーカーで書いています。皆さんめちゃくちゃあんま見ないぐらい真剣に人が物を書いてる絵が。そうですね。放送されてますね、今ね、うん。いいですね。
例えばお子さんとかだと自宅学習中とか勉強中とか講義中とか書いていただいてもいいかなと思います、うん。そしたらこう、なんであの時入ってきたんだよっていう。そうですね、家族のあるあるトラブルが軽減できるかなというところですね。いわゆる親フラ防止に学生さんなど使えるのではないでしょうか。はい、このオンエアは今、見本は一色で作ってますけど、もちろんいろんな色を使っていただいてもいいと思います。お送りしているこの文字とか今作ってるのもあくまでサンプルなので、どんなものでも大丈夫です、はい、自分の、はい、状況をアピールしましょう。あとはね、単に好きな絵とか写真とかコラージュしてインテリア的に使ってもいいと思います。うん、押し花とか挟むのもいいかもしれないですね。確かにちょっと素敵な感じになりそう、うん、そういうアレンジも効きそうな気が、うん、乙女デーゲームの過去の作品にフラワーボトルというものがあって、LED のとガラスのボトルとドライフラワーを組み合わせたものがあるんですけど、意外とその LED の光とドライフラワーでちょっと相性が良くて、割とテンションが上がる見た目になるので、うん、そういう風にアレンジしてももしかしたらいいかもしれないですね。うんうん、フラット今のドライフラワーのやつ気になった方はぜひベースの乙女レンゲームのヒット販売ショップへ。出ないけどよろしくお願いします。お願いします。今、乙女レンゲームのツイッターの方では、各種キットとか、今お伝えしたショップなどもご案内しているので、こちらの配信ご覧の方はぜひ乙女デーゲームのツイッターも見てみていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。お願いします。あんまり細かい文字は書けない、書かない方がいいですね。そうかもしれないです。そうですね、ものすごくちっちゃい文字はちょっと白文字で抜くのが大変かも。そうですね、あとこうなんか画数の多い漢字とかってダメですね。アルファベットはね、分かりやすいですね。あ、そうですね、うん。ちょっと急に変えよう。いいと思います。ありがとうございます。着々と仕上がってきてる感じがしますが、小野寺さん、間もなくできる感じな気配、ね、もう何も喋らず、本当に黙々と言ってたんですけど、大丈夫なんですか。いや、面白い絵ですね、これ。メーカーの皆さんのメーカーしてるところを、うん、お届けできているかなと。まあ確かに、うん、普段のメーカーフェアは割と生で作るはなかなかないですもんね。うん、慣れないですね。みんな完成した作品をこう出してますけど、マジで作ってるところっていうのはオンラインのワークショップならではかもしれないです。うん、いいですね、うん。もう顔全然見えてないですもんね。そのままマジでやっていただけるのが一番嬉しいのでありがとうございます。じゃあ私はオンエアが塗り終わったので、もう一枚同じサイズで紙を切って重ねて貼っていきます。一枚でやろうとしたらうまく透けなかったんでしたっけ。あ、そうですね、拡散のためにも2枚の方がいいですし、うん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 、こう溝にはめるのに2枚重ねの方がしっかり安定感なのかな、うんうん、はい、そうそうそう、乙女電ゲームがよくある手法として LED のこう直接的なピカーって光をこういかに柔らかい光にするかっていうところをよく考えるんですけど、うん、今回はそれをトレーシングペーパーでやってみましたというところで、そのこうピカピカっていう直接的な光をこうボワーっとする光に変換するためには、トレーシングペーパー今回使ってますが、それが2枚あるとちょうどよかったっていうところですね。確かにそうですね、 LED
ちょっときついですもんね、光が、うんうん、そうなんです。多分そういうビビッドな光の方が可愛いシチュエーションと、こうちょっとランプシェードみたいな感じでシェードできるのが可愛いシチュエーションとあると思うので、今回はちょっとこうほんわりさせた方でやっています。インテリア的なものですからね、うん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 、で重ねるときは両面テープとかテープのりで貼っていきましょう、うん、のりだとちょっとさっきの水性ペンと同じでこう歪んじゃったりするので、うん、ここはテープがおすすめですね。いきました。お、終始無言で作っていただいてた。完成しましたね。おわ、なんか出てきました。すごい、見せていただくためにちゃんと台がすぐに。ありがとうございます。ありがとうございます。おー、なるほど。なるほど。スイッチオン。あー、大変だ。素敵いい、ね。ありがとうございます。あ、オペが終わった。あ、オペが始まった。最高ですね。ありがとうございます。いいですね。ちょうどよく段ボールの割れ目もドアっぽくて。ね、これメーカーフェアの、オフラインでの開催の時にね、よくあるのがこうブースで作品が壊れたっていう時とかあると思うんですけど、そういう時にこう出しとくと受けそうですね。すごい。そうですね。この1個前に配信されてた八甲さんのね、ハンダ付け修理ピットがありますので、うんうん、そこでね、使ってもらったらいいかもしれない。確かに。ね。今この向こう側で作品が医療を受けてると思うとね、そう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 、待とうかなっていう気になりますよね。いい味で出してると思います。はい、すでに鏑木さんやってくれてますけれども、完成したらですね、 LED がついてる方のブレッドボードをこっち向きですね、 PF ボードの箱の中に入れまして、ちょうどね、ぴったりこうサイズがはまるようになったので、うん、そしてオンエアのこの紙を上から溝のところに刺しまして、スイッチをオンすると光ります。はい。矢島部長も完成と。完成です。おや。壁にね、貼り付けて、壁とかドアに貼り付ける場合は、このスイッチのところを出して貼り付けるのがおすすめなんですけど、うんうん、置いて使う場合は、こういう感じで、後ろに2つちょうどはまるので、全部どっちも、2つのブレッドボードどちらも入れてしまっても、置き型の場合はいいかもしれないです。はい。で、そうですね。こう、貼り付ける場合はですね、ブレッドボードの裏側は両面テープになってるんですよ。なので、この黄色いテープを剥がしてもらえれば、すぐお部屋とかに貼り付けることができます。電池交換をする場合は、この MDF ボードをパコって外していただいて、2枚目が、2枚目が出てきた。ひらがなだった。最高ですね。おい。子供がいっぱい来る。ね、シチュエーションでも伝わりやすい。いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、作例に出てるような、ちょっとこう、廊下とか、あと玄関とか、少し暗い場所に置くと、より一層いい感じに光ってくれるかなと思います。うんうん、お時間はあとどのくらいでしょう。もうちょうど30分ぐらいかな。あと、そうですね、はい。そろそろという感じですかね。じゃあちょっと皆さんの作っていただいた作品を見ていきたいと思います。大丈夫でしょうか。はい。はい。
で揃おうとしている。大丈夫です。じゃあはい。じゃあまずは鏑木さんからもう一回光らせてください。ありがとうございます。ありがとうございます。無事オペが開始されましたね。オペ中ということで、最高です。では、林さんもお願いします。ちょっと光らせるのはちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。誰か他の方先に。はい。小野寺さんからお願いします。小野寺さんを。こういう感じで。あ、すごい。あ、ありがとうだ。でも、あと、ちょっとズルをして、事前に周りを加工し、プリントしたものも作りました。わあ。お好みの気分が上がります。それめちゃめちゃいいな。これは最高。飲み食いどころって書いてある。はい、あ、そうですね。ありがとうございます。最高ですね。このフォント、フォントがいいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。印刷してもいいですよね。うん。ありがとうございます。味がありますね。確かにこの感じの光り方はなんとなくスナックの、うんうん、あのね、ライトを連想させますよね。うん。うん、とても素敵です。縦に使うのは初めての初めてでかもしれない。うん、うん、いいですね。ですね。その灰色の方は外側は MDF ですか？あ、そうですね。あの送っていただいたこれを塗装して。あとは台を作ったのでこれはゴロゴロするやつ、はい、ゴロゴロするやつ起動できるんだ最高すごいなるほどありがとうございますキャスター風ねいいですね素敵です林さんどうでしょうはいめちゃめちゃ笑っておられるあ今俺手元カメラにしたからすごい何やってるか見えてますね今ねあの焦ってこう焦って今てるのがあのよく見えてますスイッチが抜けたところも見えましたね今日は貴重な絵がいっぱい撮れますね、はい、まあ物作ってる時って注目されるとねちょっと手元を見られると焦りますよね、うん、しまったそうですよねそういう時に鏑木さんのあの集中ランプがあるとあんま手元を直し、うんね、焦って直してる手元を見られなくていいかもしれないですね。鏑木さんのやつの面白いところは手術中のランプの向こうにめちゃめちゃ工具が見えるのがどんな手術するのっていうのがちょっといいですね。心臓人間とかありますね。すごいことが行われそう。あ、コメントの方でも宅飲み用に欲しいっておっしゃってる方とかもいらっしゃいますね。すごいです、ね、ですぜひ作ってみてください。宅飲みでスナックランプあったらやばいですよね。かなりテンションが上がりますね。あれはすごい素晴らしいと思いました。お家がスナックだ。うん、林さんの準備ができるまで。林さんじゃあどうですか？これ今ね、スイッチが抜けたら今光んなくなってどこかなって今ちょっと思ってるところです。どこでしょうかね。場所ですね。場所ですね。ヘッドボードの、うん、スイッチがですね、その上に。来ないとダメですね。今 E に刺さってるんですが、E の9と10に刺さってるんですが、B と D に来ないといけないので、うん、そのスイッチがこう、うん、下の列に、はい、下ろしてください。そうですね、半分より下に、はい、半分より下の方に刺してください。茶色と白と同じ列に刺さないとダメなので、あ、そうですよね。その下です。ここ？はい、その、あ、今見切れちゃってます。ちょっと手を下、そうそうね、カメラフレームに収めていただいて。あ、見えます。ありがとうございます。はい、さっきと逆になってて、ブレッドボード1回転し、半回転してください。こうか。うんうんうん。はい、それで上側に。これでここ。はい、あ、そうです。あ、光りました。光りました。ありがとうございます。じゃあ、そうですね。ありがとうございます。はい、最後見せてください。これで今どんどんこのワークショップが時間をこの後押すことになるんですかもしかしてこの絶賛完成は見届けたいところですね。あ、そうですね、完成は見届けさせていただければ。事務局がヒヤヒヤしてるところですね。すごい臨場感のある絵だな。これわかるな、そういうのヒヤヒヤする気持ち。やばい。スイッチの方は外に出してあの置いといて大丈夫です。地面に、うんうん、あ、置いて大丈夫ですか。はい、お、それでこれかっていう。ちょっと、はい、お願いします。起こしてランプが完成しました。完成。寝てる時ですね。
そうですね、人としてお願いとして最低な感じのお願いを、しました。ご飯の時に起こしてください。ありがとうございます。はい、大事な連絡ですからね。 そうですね、はい、寝てるんだなっていう。はい、じゃあちょっとギャラリービューにして、うん、みんなでお別れの挨拶をしましょう。お三方それぞれね、フレームに入れていただいた方がいいですよね。うん、ぜひお願いします。はい、個性が出ましたね。個性が出ましたね。皆様のね、ありがとうございます。ありがとうございます。ではこれで今日の乙女連ゲームワークショップを終わりにしたいと思います。皆さんもぜひ作ってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。